宝塚記念2022予想大会、宝塚記念出走予定馬からシミュレーションしてみた。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。こちらが本日のメニューでございます。宝塚記念2022出走予定馬の確認ということで、天皇賞春を圧勝したタイトルホルダー、2着に敗れたディ・ボント、そして前走1年ぶりに復活したデアリングタクトに有馬記念の覇者エフフォーリア、世界の舞台で大逃げを決めたパンサラッサなど個性的なメンバーが揃えました。今回も狙ってみたいと思います。過去2桁人気で激走した馬、その馬に合った共通点を探していきたいと思います。そして2つ目、宝塚記念2022シミュレーションということで、どんな隊列での競馬になるのか、枠順も出走馬も確定しておりませんが、またまた皆さんと楽しみながら考えていきたいと思います。注意事項といたしまして、この動画は通常の5分でわかる外形データ分析ではございません。ただ宝塚記念の予想を楽しむだけの動画でございます。ビールやおつまみを用意して気楽な気持ちでご覧ください。なお、外球分析についてはレース1週前に公開予定でございます。外球過去データ該当馬に関しましては、重賞レースの前日19時までに LINE にてお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。さあ、それではまずは出走馬を確認していきたいと思います。左にね、こんな感じで並べてみましたが、皆さんも狙い馬決まってますでしょうか。さあ、過去の傾向といたしましてですけれども、ちょっとね注目したいのが1番人気でございますね。1番人気は過去5年で1勝のみということになっております。そして2桁人気馬も来るような波乱レースでございます。2020年、2018年には2桁人気馬も活躍しております。この過去5年でですね、3頭が2桁人気で馬券内に絡むというような活躍をしております。この2桁人気の3頭、ぜひ調べてみたいと思います。そして大きくまかな傾向といたしましては、立東所属馬で勝負するということでございます。立東所属馬が12頭で4勝、そして美保所属馬が2頭で1勝というような形になっております。美保所属馬は2頭しか馬券に絡んでおりません。直近4年に関してはもう0頭ということでございまして、このね夏の暑い時期輸送してくるというのはかなり厳しいのかなと思われます。ではお待たせいたしました。人気薄で激走した3頭、じっくり調べていきたいと思います。こちらがこの3頭でございます。まずはモズベルト。こちらはディープブリランテ3区でございました。主な実績といたしましては、日経賞2着、日経新春杯1着というような成績でございました。そしてこちら、次がワーザーでございます。この馬はね、香港から日本にやってきた遠征馬でございます。外国の馬なんですけれども、主な成績といたしましては、香港の、ね、G1 であります香港ゴールドカップ、香港カップの2着で、クイーンエリザベス2世カップの1着などという成績がございました。そして最後にノーブルマーズでございます。こちらジャングルポケット3区でございまして、主な実績といたしましては、重賞勝ちはないのですけれども、目黒記念の2着、デイリー杯2歳ステークスの3着というような実績がございました。このね共通点でございますけれども、まずモズベッロとワーザーにね共通する1つ目の共通点でございますけれども、ノーザンダンサー系が父か母父ということでございましたのでね、この父母父のところね赤文字にさせていただきました。そしてね共通点の2つ目ということでね、こちらモズベッロとノーブルマーズに関係することでございました。 2500m 重賞の連帯経験がございました。モズベッロで言いますと日経賞の2着、そしてノーブルマーズで言いますと目黒記念の2着でございます。このねノーザンダンサー系が父か母父にあり、そして 2500m 重賞の連帯経験、この2つの共通点ですね。じっくりね頭に入れながら考えていければと思います。それではお待たせいたしました。宝塚記念2022年の出走予定馬でございます。順番にね見ていきたいと思うんですけれども、出頭数ねそれなりに揃っておりますので、前半と後半に分けて見ていきたいと思います。まずはアイアンバローズでございます。阪神大賞典でね2着して、すごいディープボンドとね惜しい競馬をしてたんですけれども、天皇賞春ではね、自身のポジションを守るのでもう精一杯というような競馬になってしまいました。距離ね短縮するんですけれども、ちょっとね 2200m はね短すぎるんじゃないかなというところがあります。ポジションを、ね、取れるかどうかっていうところも、ね、距離短縮でありますし、ちょっとね、前走以上にってなると難しいところはあるかもしれません。そしてアフリカンゴールドでございます。この馬ね、一発狙いたいっていうね、ような感じで、LINE でももうメッセージをいただいた方もいるんですけれども、やっぱりね、逃げる競馬でこそ怖さがある馬かなと思いますよね。今回ね、パンサラッサが参戦しますけれども、大阪杯で、ね、ジャックロードに、逃げを譲ってるんですよね。なので、ジャック・ルドルにね逃げを譲ったからうまくいかなかったということでね、もう今回何が何でも逃げるぞっていうパターンになればね面白いかなと思います。そして次にアリーボでございます。生涯5勝がですね、全て小倉ということでね、もう完全にね、皆さんも小倉校舎だと思ってたんじゃないですかね。大阪杯はね、激走の3着ということでしたけれども、これはね、かなり驚いた方多かったんじゃないかなと思います。大阪杯なんですけれどもね、直前雨も降りましたし、その雨もね、プラスだったのかなと思います。タフなね、こういう梅雨の時期っていうのもね、合いそうな感じがしますので、軽視はね、できない一頭なのかなと思います。そして次ね、ウィンマリリンでございます。今ね、お話した通りね、宝塚記念の時期ってね、結構雨が降ったりとかね、馬場が傷んできたりっていうことが多いんですけれども、この馬ね、ちょっとね、馬場が悪いのはね、好まないんですよね。大阪杯でもね、直前に雨が降ってしまいましたし、このね、タフな状況っていうのはね、向かないかなと思います。ただね、阪神の 2200m っていうようなね、このコースに関しては、かなり適性があるんじゃないかなと思います。そして次に、エフフォーリアでございます。大阪杯はね、状態面と輸送の影響が大きかったっていうことではないですかね。大阪杯の時のね、動画でもお話したんですけれども、やっぱりね、輸送が課題っていうところがございますので、今回もね、また輸送するということになりますので、関西へのね、輸送でね、それがクリアできるのかっていうところが大きなポイントかなと思います。そして次に、オーソリティでございます。距離的にはね、すごい合いそうなんですけれども、やっぱりね、海外でね、勝利したということはあるんですけれども、国内ではね、東京競馬場がやっぱり一番の舞台ということでね、間違いないかなと思います。馬場もね、ちょっと渋りそうなこの時期でございますので、宝塚記念のね、この舞台に適正として対応できるかっていうところはポイントになるかなと思います。そして次にキングオブコーチでございます。4連勝でね、目黒記念も制覇してね、この馬ね、ちょっとジャパンカップとかの面白いんじゃないかなと思って楽しみにしてたんですけれどもね、残念ながらちょっと骨折をしてしまうということがありました。しかしね、じっくりね、もうケアされて復活して、今年 AJCC を制覇ということでね、仕上がればね、楽しみな一頭なのかなと思います。そして次にグロリアムンディでございます。この馬なんですけれどもね、ダート転向して4連勝だったんですよね。ただね、重傷で2着したにもかかわらずね、今回ね、芝に戻すということになっております。梅雨でね、馬場が渋るということも、想定してのね、参戦なのかなとは思います。そして次にサンレイポケットでございます。こちらですけれどもね、同じ舞台の、ね、阪神 2200m 京都記念でね、雨がね降ってたんですけれども、その中をね3着したっていうところはね、かなり適正としてね似通ってくるんではないかなと思います。だんだんね操縦性も高くなってきておりますし、サメズマ騎手ともねすごくコンビとしてうまく噛み合ってますんで、立ち回りがねうまくいけば3着台もあるんじゃないかなというような一頭かなと思います。それではね残りのメンバー見ていきたいと思います。ステイフーリッシュでございます。国内ではね、ちょっと成績が物足りないかなっていうところがありましてですね、G1 ではどうかなっていうところがあるんですけれども、海外に行ってね、連勝いたしました。馬ってね、やっぱりね、勝つと変わるっていうところがある馬も多いんで、このね、海外のね、連勝で馬がどういう風になってるのかっていうところはポイントかなと思います。勢いがついててですね、馬自身ね、かなり戦うぞっていう気持ちになってればね、国内の馬場でも面白いところはあるかなと思いますけれども、この馬場でね、どこまでやれるのかなっていうところはポイントかなと思います。次にタイトルホルダーでございます。こちらの馬ね、支持してね、ファン投票もされた方多いかなと思います。天皇賞春なんですけれどもね、落馬して、ね、2番手を走ってた馬がおりましたので、その影響でね、後続がなかなか来なかったっていうところはあるんですけれども、それを考えてもね、強い競馬だったかなと思います。ただね、今回ね、後ほどお話しいたしますけれども、パンサラッサが逃げますからね、そうするとね、ちょっとこの馬の勝利条件がね、崩れてくるんですよね。ちょっとね、後でお話していきたいかなと思います。で、デアリングタクトでございます。この馬はね、よく復活してくれたなというところでね、約1年ぶりのビクトリアマイルでも見せ場ある6着だったかなと思います。日ね、ちょっとうちが飲みない馬場だったんですけれども、うちの枠を引いたのでね、そのままうちを通ってきました。使ってね、上走するならね、もう十分出番があるかなと思います。そして次にディープボンドでございます。この馬ね、ちょっとズブ差があるんですけれどもね、天皇賞春でもね、結局2年連続2着ということでね、ちょっと足りないんですよね、キレがね。なので惜しい2着という感じになるんですけれども、距離的にはね、問題ないので、持続力勝負になるということになればね、歓迎かなということでね、そういう舞台では安定的に走るタイプかなと思います。そしてね、この馬皆さん楽しみにしているんじゃないかなと思うんですけども、パンサラッサでございますね。もう本当にね、どこまで気持ちよく逃げることができるかっていうことが重要かなと思います。ドバイでもね、逃げて勝ち切るっていうところはね、かなりね、日本国内の皆さんもね、燃えたんじゃないですかね。もう本当にかっこよかったですよね。ただね、ちょっと距離がね、2200m になるとね、微妙なラインかなと思われますし、スタミナが持てば構想できるかなっていうところでございますね。そして次にヒシイグアスでございます。この馬ね、レーンキスが騎乗するということになっておりますね。昨年ね、4連勝での重賞制覇したんですけれども、故障してしまったんでね、ちょっと離脱したんですよね。で、復帰のね、2戦目なんですけれども、これがね、香港カップだったんですよ、海外遠征でね。それで2着ということでね、ちょっと能力はね、もうかなりトップクラスかなと思います。ただね、馬としてはね、両馬場を希望しているので、ちょっとね、雨が降りやすいこの時期のね、馬場と、あとはタフなね、宝塚記念のコースっていうところはね、噛み合うかなっていうところだけがポイントですね。次にヒートオンビートでございます。この馬ですけれども、勝ちきれないんですけれども、着実にね、力をつけてきているかなっていうところでございます。天皇賞春でも4着でしたし、雨でね、渋った阪神 2200m 戦ね、このレースで5馬身差圧勝してるんですよね。なので、舞台としてね、かなり合うかなっていうところもありますしね、一発持ってる池添騎手が騎乗するっていうところもね、侮れないかなと思います。そして次にポタジェでございます。こちらはね、先行してね、早い上がりを使えるっていうところが魅力でございますね。金庫賞では後方からの競馬になってしまったので届かなかったんですけれども、大阪杯ではね、いいポジションを取ってね、しっかり差し切りました。スタート出て位置を取れるかっていうところがね、重要かなと思います。さあ、それではね、人気上位になりそうな馬ね、ちょっとチェックしていきたいと思うんですけれども、今回ね、皆さんから結構 LINE でいただくのが、お笑い芸人さんのね、粗品さんですね。呪いっていうところでね、粗品さんが予想するのはこの馬だみたいなことでね、メッセージをいただくんですけれども、今回ね、宝塚記念ではね、八木もね、ちょっと予想してみました。いや、僕ね、エフフォーリアかなと思うんですけれどもね、有馬記念の時にもね、エフフォーリア推奨してましたし、ここはね、またエフフォーリア行くんじゃないかなと思ってるんですけれどもね、エフフォーリア自身のね、馬としてはどうなのかっていうところをね、見ていきたいと思います。まず父はエピファネイアで、父がハーツくらいということで、ロベルト×サンデーの血統配合となっております。騎乗予定はね、変わらず横山武史騎手となっております。ではね、すごいポイント2つなんですけれども、まず1つ目、有馬記念の覇者は宝塚記念も強いという傾向でございます。過去にはね、ドリームジャーニーであったり、ゴールドシップ、そして、ね、オールフェーブルとね、昨年、クロノジェネシスもそうなんですけれども、かなりね、グランプリって、ね、舞台相性がいいんですよね。距離の問題がないタイプは、もう両グランプリをね、構想しやすいという傾向がございますので、こちらはご注意していただければと思います。そしてここがすごいの2つ目ですね、逃げ馬を知っているっていう部分なんですよ。今回の、ね、メンバー見ていただいて、ね、なんか有馬記念を思い出した方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、パンサラッサかタイトルホルダーが逃げる形っていうのはですね、昨年の有馬記念と同じなんですよね。なので同じような展開になるグランプリということでね、またまたね、これ構想できるパターンがね、高まるんじゃないかなと思うんですよね。この展開とかメンバー構成に関してはね、エフフォーリアかなり強みじゃないかなと思います。そしてね、ここが心配なんですけれども、最初のね、冒頭でね、ちょっとデータを話したんですけれども、美穂の所属馬って本当に来ないんですよね。このね、夏の暑い時期っていうのもありますし、長い時間ね、本当に暑い馬運車に乗ってっていうことで移動してくるっていうのはね、結構なハンデなのかなと思います。で、そもそもね、このエフフォーリアっていうのはね、輸送に弱いということで、大阪杯でも輸送失敗しましたし、ね、やっぱ金曜日とかにも追えないっていうのはね、かなりしんどいのかなと思います。で、大阪杯の時にね、追い切り合わせ馬に追いつけないほどの内容でしたので、今回ね、体調が戻っているかっていうところと、輸送に対しての対策がね、うまくいくかっていうところじゃないかなと思います。実力は間違いなし、でも関西遠征はどうなのっていうところがね、この馬のまとめかなと思います。それでは次にタイトルホルダーを見ていきたいと思います。父はドラメンテで、父がサドラーズベルスキーの決闘でございます。騎乗予定に関しましては、横山和生騎手が有馬記念、そして天皇賞春と続いての騎乗となります。ここがすごいの2つのポイントでございますが、まず1つ目、母父の父が門中でワーザー同様の決闘ということでございます。宝塚記念でね、10番人気2着の香港馬ワーザーでございましたけれども、父の父が門中なんですよね。で、この馬も母父が同じということでございまして、そしてまたタイトルホルダーなんですけれども、父ドラメンテも宝塚記念2着と、もう血統相性が抜群なんですよね。好走馬とね、同じ血統ということで、ここは注目していいのかなと思います。そしてここはすごいの2つ目のポイントでございますが、4歳夏に本格化が実現ということになっております。もともとね、牧場では4歳夏頃から強くなっていくのではということでね、話されていた馬なんですけれども、すでにね、天皇賞春ではもう圧勝ということでございました。馬が本格化した今なら崩れないのではないでしょうか。そしてここが心配なんですけどね、皆さん覚えてますでしょうか。このシリーズでね、もう有馬記念からお伝えしてきたんですけれどもね、逃げたら 100% 勝利なんですよね、この馬ね。で、逃げれないと敗れるっていうパターンなんですよね。今回ね、有馬記念同様にパンサラッサがいるということで、パンサラッサを追い抜くぐらいのねスピードで逃げるとなると、この馬もかなり苦しくなるんじゃないかなと思うんですよね。なのでそれをしないでね、もう今なら本格させた今ならね逃げなくても大丈夫っていう判断でね、2番手、3番手あたりの競馬をしていく可能性はあるかなと思うんですよね。そうなるとね 100% 勝利条件が崩れてしまうということになるので、ね、逃げれないときにねどれだけ競馬ができるのかっていうところがねポイントになってくるかなと思います。皆様お待たせしました。今回の柳生のおすすめコーナーでございます。今回の馬はキングオブコーチでいきたいと思います。パチ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 、ありがとうございます。ちょっとね、日本ダービーといい安田記念といいね、選んだ馬がね抽選漏れをするとかね、あとは急に登録馬が増えてね出走できないというね大事件が起こってるんですよね。キングオブコーチに関しましてはね、もう重賞も2つ勝ってますから、もう確実に出れますんでね、本当にもう怪我などをしない限りは大丈夫ですのでね、このまま安心してね狙っていきたいと思います。父がねロードカナロで、母父がガリレオでございます。騎乗予定は横山典弘騎手ということでね、継続騎乗となっております。野芸のおすすめなのでね、悪いポイントではなくて、ね、いいポイントを2つねまとめさせていただきました。この馬もなんですけれども、10番人気2着でね構想したバーザー同様に凱旋門決闘なんですよね。というのはですね、香港から遠征してきて、後方からすごい足でね追い込んできた2着のワーザーっていう馬がいるんですけれども、そのワーザーはね先ほどお伝えしたように父の父がねモンジュなんですよね。そのモンジュっていうのは凱旋門商売なんですよね。でキングオブコーチの母父なんですけれども、これがねガリレオということでですね、ガリレオの子供ってもう凱旋門賞の常連なんですよ。なのでこの馬ねかなり凱旋門賞決闘ということになるんですけれども、そのね、追い込んできたワーザーと同じようにね足をね使うような馬でございますので、かなりね似たパターンでね宝塚記念走れるんじゃないかなと思います。そしてここがすごいの2つ目でございます。穴馬条件である 2500m 重賞連帯経験馬でございます。パチパチパチーということでね、ノーブルマーズでねモズベイクを先ほどご覧いただきましたけれども、重賞でね 2500m の重賞で連帯してたじゃないですか。この人気薄条件をね満たしてるんですよね。この馬は東京 2500m の目黒記念を制しているんですよね。なのでノーブルマーズよりちょっとプラスアルファみたいな感じになってるわけですけれども、宝塚記念の距離であるね 2200m の重賞ね AJCC も今年勝って制覇してるんですよね。かなり適性ってね高いんじゃないかなと思うんですよね。横浜は典弘騎手が乗るっていうのもねなかなか面白そうで、後方からね刺すような馬なんですけれども、自分でね動かしたりとかペース見てね動かしたりとか、もう本当にね自由にね騎乗してくれるジョッキーなので、レース展開とか馬場を読んでね動いてくれるようなジョッキーですから、この馬ねちょっと一発やってくれてもいいんじゃないかなということでね今回ご紹介させていただきました。前走はね 2000m だったので、距離不足ということでね、あとはエフフォーリアをねみんなマークしてたので展開も不向きでした。それでの11着ということでね、今回ねかなりね人気落ちそうなんですよね。人気が落ちても巻き返しありということでね、狙っていけそうな1頭なんじゃないかなということで紹介させていただきました。それでは最後に宝塚記念2022年シミュレーションということでですね、まだね枠順も出走馬も確定していないんですけれども、現状をね想定している出走馬と、ある程度のね客室を見てですねシミュレーションしていければと思います。まず宝塚記念 2200m ですけれども、この阪神の 2200m の宝塚記念コース形態を見ていきますとですね、スタートして直線で、下り坂でございます。そこなので、最初はねスピードに乗りやすくね位置も取りやすいかなと思います。で向こう上面では基本的にレースは落ち着きやすくて、逃げ馬が、ね、飛ばすようであれば、例えば今回みたいにパンサラッサのような、ね、馬がいる場合は縦長の見解になるということも多いです。で最後は外回りで走ってくるんですけど、内回りコースになりますので、直線だけ全部で差し切るっていうのはかなり難しくなりますので、内回りコース特有のですね早めに動いて実力勝負ということが基本でございます。そしてね、今回ね、このような対立でパンサラッサ、アフリカンゴールド、そしてタイトルホルダーがね、前に行って逃げるパターンかなと思うんですけれども、やっぱりね、もうポイントとしてはね、みんなね、タイトルホルダーが天皇賞春で競馬をしてますから、みんな、ね、タイトルホルダー気になると思うんですよね。あんまりタイトルホルダーをね、野放しするということはしないと思いますので、タイトルホルダー自身がね、どこまで踏ん張ってくれるのか、逃げないパターンで先行して、どこまで踏ん張ってくれるのかっていうところでね、レース展開も変わってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、そのタイトルホルダーを一番気にしてるのはね、やっぱりね、天皇賞春でね、捉えられなかったディープポンドなんじゃないかなと思うんですよね。そうするとやっぱりね、瞬発力でピュッてね、いけるタイプじゃないですし、やっぱりね、じりじり長く足を使う、このディープポンドなんですけれどもね、どこから仕掛けてくるのかっていうところがね、レースのポイントじゃないかなと思います。ディープポンドがね、もう早めにタイトルホルダーをね、捕まえに行こうとするならね、みんな早く動いちゃうと思いますし、ディープポンドが待ってるならね、いや、そのまま待ってようかっていうところもあると思うんですよね。それをね、無視してね、やっぱり自分の競馬をしてくれるっていうのがね、キングオブコージなんじゃないかなということですね。完全に柳生びいきの展開予想になっておりますけれども、ゴール前ではもうキングオブコージがね、突き抜けるっていうパターンを想定しております。なので、キングオブコージ黄色に塗りましたけれども、やっぱりね、レースのポイントとなるのはタイトルホルダー、ディープポンドになってくるのではないかなと思っております。皆さんの見解はいかがでしょうか。最終的な外競馬やデータ外競馬に関しましては出走が確定いたしました。レース前日にね、LINE にてお送りさせております。野球がだるい作業も全部やりますので、全然心配なくね、見に来ていただければと思います。基本的にね、出走馬の外球情報とかをね、調べて一覧にサイト内に載せているんですけれども、そちらも無料でご覧になれますので、そういうだるい作業ね、全部野球がやりますので、ぜひね、気軽に見に来ていただければと思います。皆さんのね、予想している馬であったりとかね、こういう展開になるんじゃないかなとかね、この馬どうかなっていうのもね、ぜひコメント欄とかね、LINE でもいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外形分析動画は、日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして、最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレースの前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よし、いいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。